みんな、こんにちはもうおはようだろう、もう。なあ。テレビをつけても、ヨーロッパのお城の映像しか流れてない時間だよみんなラジオ聞いてんだよ、これ。どうも、錦鯉ですよろしくお願いしまーすお願いしまーすさあ、やってまいりましたよ。はい。はい。えー、時刻は午前3時を過ぎました。うん オードリーのお二人、お疲れ様でした。お疲れ様でした。週替えのパーソナリティがお送りしている土曜深夜3時からのオールナイトニッポンゼロですが、うん、今夜は我々、お笑い芸人、錦木鯉が、この後5時まで担当させてもらいます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。 始まってしまいましたね。始まりましたね、ついに。どうしますか。どうしますも、こうしますもないですけれども。夢が叶ってしまいましたね。いやー、ありがたいよ。ありがたい,いよく我々をね、はい、あの、寄与していただけましたよ、日本放送様。そうですよね。ああ、もう感謝感謝しかない。入り口で止められたもんね。<laughs> <laughs> 来る資格な。いや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 。いやもうありがたいですよ、本当ありがたいでございます、本当にね。なんかあの、だからね、僕らのことを知って聞いてくださってる方ももちろんね、いらっしゃると思いますけれども、今初めてね、我々のことを知ってくれた方も、恋しか知らないよっていう方もいるわけじゃないですか。錦鯉が喋ってるみたいになってるかなそうですよ。魚なのに、あの、錦鯉は、みたいな。なってるなってる可能性ありますよ。 運転手とか、そうそうそう。本当になってるあの、それはなってないと思いますよ。いよね、そのはい。それはわかりますよ。あの、ね、聞いてる人は大人ですから、うん、きっと。それはわかると思うんだうだから軽くね、我々の説明というか、う必要なわけじゃないですか。それは必要ですよ。 まず、あの、ま、あ西鯉っていう、なんていうか、芸人、お笑い芸人ね、漫才師やってますけれども。はい。この今、私喋ってる方が、まあ錦西の、あの、長谷川正則と申しまして。うん。だから、ね、あの、見た目がなんていうんですかね。うん。え声しかわからないと思うんで、見た目が、あの、森泉に似てるとね。そうですね。ええー、無課金の森泉だよね。そうですね。はい。一銭も投資してない森泉。<laughs> <laughs> そうです。だからいろいろ課金していただいてね。あの、髪の毛とか。そうそうそう。必要になってくるんですよ。歯とかもね。そうです、そうです。メイクしたり。歯も必要だし。素の森泉です。そうです、そうです。はい。ね。ということで。藤川正則。マサ正則がそういうことですね。森泉の方。森泉の方ですはい。で、私の方ですね。私の方が、なんか金儲けを覚えた元力士みたいな方ですね。はは。 それが錦織の渡辺で。あ、その一言でもう大体、あ、こんな感じねって、うん、聞いてる方はわかると思います。相撲より金儲けの方が楽しくなっちゃった。まあまあ、そういう、なんていうんですか、そういう方がいらっしゃるのか、僕はちょっと存じ上げないですけれども、まあそんなイメージ。イメージ、イメージ。イメージですから。いるかどうかとかいいんだよ。やめろってそういう。まあまあ、イメージでね、いいじゃないですか。そんなお二人が喋ってますけどね。お二人がって自分たちね。 そんな面白くねえよ、あの、まあまあまあ、そういうね、あれ、ありますけど。何が面白かったいやいやいや、ねそうですよ。まあ、あとですね、まあ、わかりやすいので言えば。わかりやすいのまあ、昨年ですか。M1 グランプリ2020に我々出場させていただきまして。ねえ、見事4位ですか最年長ですもんね。最年長ファイナリストとして。おいくつでしたっけえ、70。70いってないんだよ。まだ49歳。テロでこのシワなんだよな。 シワはね、シワはそうですけれども、まあ、現在まだ49歳ですから。49歳。で、最年長。今年50。今年50。あともう半年ぐらいで50ですから。あ、そう。半世紀生きれます。どう50になるっていう意気込みは。意気込み。意気込み。気持ち。いや、だから。変、変わりようとかあるでしょ。なんか、あの、あれだよね。だから、例えば自分30になるとかさ、40になる時に、なんかちょっとドキッとするって言うじゃん。 なんかその、まさか自分が40になると思わなかったみたいな。それ確かにあったけど、50は、もっと来る。来てるあ、そう。50。だって、俺さ、物心ついた時、親がもう40代とか。確かにね、俺も、30になる時は、そんなに思わなかったの。あ、そうああ、もう30か。で、40になって、ふと気づいた時、あ、もう40なんだ、なんか、ちょっと思ったもんね。だから、それ、より、 上だからね、50。そうそうそう。まあ、そりゃそうなんだけど、うん、そう。そうまだトイレで血拭くとき、前か後ろか迷ってたからね、40ぐらいとか。<laughs> どんなもうそろそろ決めないとと思って。いやいや、遅いよ <laughs> 遅いよ、決めるの <laughs> <laughs> すげえ、若手のリアクションじゃん。<laughs> 50のリアクションじゃなかった。フレッシュでいきますからね。ま、トイレの話で言えばさ、よくあの、続けんのかよ。続けるよ、そんなのトイレの話で言えば、よく俺がたまに聞いてたのが、便座をさ、あの、下げるのを忘れて、急いでトイレに入って、お尻カポって入って、うわーみたいな話聞くじゃん。あるよ。俺はね、そんなことあるわけないと思ったの。今まで経験なかったから。だけど40後半でその経験をしたからね。初めて人生。遅いね。それもそうだなって結構早めにやって、 って教訓として得るもんだけどね。あれいや、俺、今までなかったのよ。小学校ぐらいで一回ため。 なかったね。なかったんだ。なかっただから、エリートだったんで、じゃあ、それまでは。トイレのその、トイレ、エリート。トイレエリートだったからね。だから、俺もその、初めてなった時にさ、俺もう思わず、これか言っちゃったもんね。あるんだと思って、この年齢になって。バカだね、本当にね。いやいや、ありますよ、それも。これかって言っちゃった。言っちゃいました、思わず、そのトイレで。そんな話聞きたくねえんだよ。50の、あれ、教えてよ。50のいやいや、だから。ど、ど、何が来んの いやもうだから体の、なんていうの故障はもちろんそうじゃん。そうだよね。朝起きたらまず、ダルオも。あ、そう。そういうのはね。あるから、そういう、なんか、ダルオもね、あの、治す薬あるじゃん。あるのそんなの。いや、なんか宣伝してる。なんか、なんかあるよね。そういうの。なんか、需要競争的なそうそうそう。はいああいう薬を飲まなきゃと思うあの、なんか、なんかサメのなんとかとかさ、蜂蜜のなんとかとか、なんかあるじゃん、そういう、のそうういなんかサプリメントなんかあるの。 いやいや、飲まなきゃなと思ってんのさ。そういうガタが来てるから。う飲んだ方がいいよ。そうそうそう。うん、だってあと、肩も、腕もさ、四十、うん、の時は大丈夫だったけど、うん、今五十肩なってるなってるよ。だからまっすぐ腕上がんないもん。嘘<そ>。そう。マジで痛いんだから。そういえば最近、こんにちはん時の手の振り、下の方だもんね。<laughs> あ、そう。前上から下ろしてきてたけど、今アンダースローだもんね。下から上がってきてるからね。<laughs> あ、そう。じゃあ、顕著に現れてるよね、うん。現れてる、現れてる。そうなるから、うん。あ、そうなんだ。そう。我々だからさ、体のことを、うん、あの、なんちゅうの、健康に気を使わなきゃならない。まあ確かにね。年齢だよ。今やっとさ、はい、そうやって M1 のね、あの、おかげでそのテレビとかたくさん出させていただいてるけど。3時は、深夜だと思ってたらやってらんないよね。うん、朝だと思ってやんねえと。 そうそうそう。うん、だから今回ね、我々オールナイト日本出るっていうことになって、うん、みんなにさ、うん、あの、途中で寝ちゃうんじゃないかって思われてる節があるから、昼間一応寝たからね。早起きっていう気持ちでやれば大丈夫じゃないなるほどね、うん。俺昼間寝てたんだけどさ、寝てたあの、2時間ごとに目覚めてさ。あそう。そう。それもやっぱり50の。出てるじゃん、顕著に。顕著に出てるよ、うん、そう。何にも。 ただ目覚めるんだから。どういうことただ目覚めってね。そうだよ、その。どういうことじゃあね、じゃあだから、アラームとか目覚ましとかね、かけてなくても、パって目覚めるから、不思議で仕方がない。二時間起きない。きっちり二時間二時間で、そう。2時間ごとに目覚めるから、いや、これがショートスリーパーなのかなって。違うよ。違うよ。あと寝てんでしょ。その後また寝てるから。そう。通算で、 ど、何時間寝たので、全然通算で多分6時間8時間ぐらいは、うん、全然ショートスイーパーじゃないよんな。そう。だけど2時間ごとにパッて目、開けるから。うんそういうのがまあ。なるほどね。これがリアルな50ですよね。本当、えー、初めて聞いた人すげえじいさんがやってると思ってるんだ <laughs> いや本当だよ。だけどそんなことないからね。まだ49だから、<laughs> 全然まだまだそう。49押すよね。もう50でいいじゃん。いやいやいや、あと半年あるから。え、それなんかあるの しがみついていたいの。49九てしがみついていたいみたいなの。しがみついていきたいというか、その、まま四40代だからね。言っても。あ、それは。40代。やっぱあんのそれ。まあまあ。の中に。そうそうそう。まだね。あ、そう。ありますよ、それは。だから、あれだよね。あの、まあ、高橋だって、まあ、俺より7つ下なんですよね。そうだ。あの、同じぐらいに見られるけど。あなたがちょっと老けすぎてるから。そうだね。そう。じゃあなたも痛風だったりとかするわけだもん。中学の時から変わってないからね。 かかららこのだ普通ね、なんかね、老けてる人とか追い抜かれるんだけどね、途中で。そうそう俺だってそうなまだ追い抜かねえんだよ、俺。俺も。だからこれからじゃない俺だって中学校の時のあの、コート買いに行ったらさ、お勤めですかって言われたの。通勤用。通勤用。当たりになっだ。そうだよ、ほんとに。なかなかその年齢がね、追いつかないというか、そう。 困ったもんですよ、本当に。歯も、歯もないですし。歯ね。そうですよ。だからね、知ってる方は知ってると思うんですけど、僕は今、現在、8本歯がなくて。8本だもんね。そう。すごいよ。で、最後のね、抜けた8本目に関しては、その漫才、ね、舞台で漫才やってるネ出会った時、俺が出会ってコンビ組んだ時、まだ4本だったんでそう、なかったのね。そう。だからコンビ組んでから、1本ずつ減って五5から早かったよね。5から最近だよね。そうそう。そうね。五六5、6、7、 で、連続で、亡くなってたから。うん、そうだよね。で、最後の箱目に関しては、その漫才、うん、舞台で漫才やってる最中に、その、まさのり温っていうネタをやってて、その、<laughs> <laughs> 途中で、その、セリフがあるんですよね、歌の途中に。それで、お母さんって叫ぶところで、歯がポーンって抜けて。綺麗、うんうん、だったね。放物線がね。あ、そう。あなた隣で、一番近くで、うんねうん。落合のホームランかと思って <laughs> 放物線が本当に。一番特等席で見てたからね。目で落ちたんだから、俺、スロー、あのスロー映像ねえかな、あれ。ないよ 抜けた歯がさ、今さ、コロナ対策でさ、その劇場の舞台とお客さんの間にこうね、あの、アクリル板があるから、その抜けた歯が放物線描いて、アクリル板にぶつかって、僕の方に戻ってきたっていうね。よかったよね。よかったよ。だからアクリル板なかったら、お客さんのね、方に飛んでって。口とか減ってたらね。そうだよ。なかったね。おでこに突き刺さったりね。可能性があったわけですから。確かに。よかったね。アクリル板ってよかった、本当に。そうですよ。うん。ただ一応、僕は、あれですよ。あの、今ね、これから歯を、 ね、なんちゅうの、直すというか、新しい入れ歯入れ歯作ったじゃん。一回。ちょっとだけ。あのね、日本だけの入れ歯を、まあ、作ったんですね。部分入れ歯っていうんですかね。つけてるの今。いや、それが、うん、ね、本当はつけようと思ってるんですよ。つけようと思ってるんですけど、けいいうん、でも、もその、なんちゅうんですかね、久々にこうつけようと思ったんですけど、うん、そしたらもうなんか、型が合わなくなって、<何>その、ブリッジがあるわけですよ、両方にね、その歯の。で、その、ブリッジする方の歯が、なんかちょっと、また型が、うん だって、できて半年も経ってないじゃん、あれ。そう、だからちょっとしばらくつけてない時期があったから。そんなに変わんの口の中って。そう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 。怖くないいや、怖いことはないですよ。えその、だから、あの、その、部分入れ歯がね、合わなくなるっていうのは、これ、入れ歯あるあるだから。差し歯ある。あ、入れ歯あるある知ってんだじゃん。部分入れ歯あるから。僕知ってんだね。そうそうそう。だから、まあちょっとまた歯医者行って、あの、なんちゅうの、メンテナンスして。 つけてもらいますからね。そうですよ。だから例えば、あの、これから楽屋とかね、ライブとかテレビ局ね、行ったりとかして、コップに僕はその、ブー入れ場を入れるわけですから。えあれやんのそうよ。シュワシュワシュワーってやる。まだよ、そんなの。一緒の楽屋。やりますよ、そんなの。だってなんかが蒸発してるんでしょそうそうそう、シュワシュワシュワ。そうそうそう、じゃねえんだよ。シュワシュワ。シュワシュワ、部屋中に充満するってことでしょ。いや、それは別になんともない。ただ一緒にいるの俺じゃねえかよ。 いや、そんなの全然気持,気持ち悪いことないですよ。だからそれを、あんなの楽屋でやるもん、家でやるもんじゃねえのメカ、寝, <laughs> 寝るきとかに。<laughs> なんで楽屋で。家でやってこいよ。いやいや,いやだから例えばその楽屋でやることもあるだろうに、その、<laughs> <んで S 2> これから。<laughs> いや、だから。一日終わった後にやるんじゃないの <laughs> <laughs> いやいや、そのタイミングはちょっと僕もね、まだ慣れてないから分かんないけど。タイミングそうそう、それをやるね。だからそれを、だからかしはその、間違って飲んだりしないようにねっていう、注意喚起があすから。しねえよ、大丈夫だよ気をつけて。そこ。で、やんないで。楽屋で。楽屋で入ればシュワシュワなし。えこれだけ、俺たちの決まり。決まり事どんな決まり事だあと何やってもいいから。楽屋で入ればシュワシュワだけ禁止。あのね、本当にこれラジオ聞いてる人ね。 今何分何の話だっていう。13分、ほんと、じいさんが喋ってる。じいさんの話だから、<laughs> ちょっとかって、若手、若手枠なんだよ。ここオールライト日本ゼロ。ゼロはね。先週、令和ロマンとかさ。そうだよ。<laughs> <laughs> <laughs> 大丈夫これ、本当だって。急にじいさん出てきた。<laughs> なんだよどうしたんだよいや、中学生高校生のスペシャルウィークに、G、さん呼んできたっ聞いてるんだから、そうだよ。<あー S 2> 大丈夫ディレクターさんが怒られるんじゃない <laughs> <laughs> まあまあ、これがね、我々っていうのを分かってもらえたとは思うんですけどね。そんな我々ですから、それが M1 のファイナリストを行って、もうこれからも活躍というかね、テレビ。最年長ですもんね。テレビ、これからね、活躍。その前があれ、 誰だっったんだっけえまさみさんの前の最年長が、変法長長さんか。そうそうそう、変法長長さん。変法長長さんでいくついや、もう当時で40代ぐらい。当時で40代ぐらい。そうですよ。うん。だからなんか、話聞いたらね。41とかだよね、確かに。かなで、は、本当だったら、俺42で出たじゃん。で、おいでやす、小田も42なの。で、小賀県が1個下なのよ。うん。俺ら2人も、 最年長だったはずなのよ。はいはい。42でね。決勝。でも俺がなんか、ほら、もっとすげえやつ、7個上のあんた連れてっちゃったみたいなさ。はいはい。もう一気にだもんね。うん。ホイス・グレーシーがヒクソン連れてきたみたいな。いやいや、なってる。その例えが、あの、わからない。俺の兄貴は10倍強いっつって。俺の相方、7つ上だ。7つ上だ。 どういう状況なのもう次元がおかしくなってるからね。だってこんな記録なんてさ、多分これから先ちょっと、もしかしたら抜けないかもしれないぐらいのあれだからね。一気に、一気すぎて。でもありがたいことです。本当奇跡ですよ。いや、そうだよ。ねまさかね行ける。まあ、もちろん行く意気込みでねだたけどさ。行かせていただいたから。大声と顔だけで行ったんだから。そう。ね面白い顔だから。大声と顔でも行けるんだっつの証明しちゃったんだから。 今年の、M、は荒れるよ。<laughs> 面白い顔コンテストなるんじゃない <laughs> いや我々の真似は、<laughs> 僕の真似はしない方がいいと思いますけどね。どいいねそうそうそう。うん、なんかあのー、まあ、この年齢とかで言えばさ、うんうん、その、階段とかもさ、うん、その、登る、上り降りするとき、うん、若い時なんてさ、20代なんてこと階段1段とか2段飛ばしてし、ほいほい、ほいほい登った。 上がってたじゃん。今なんてもう手すり掴んで登ってるからさ。<laughs> 確かにね。手すりのありがたみをめちゃくちゃ今の年代で感じて。<laughs> うん、20代の時なんて階段見ても手すりなんて見たことなかったのから。見たことなかったね。確かにね。そう今触って、握ってるんだから、うん。あのさ、銀のさ、ステンレスの手すりあんじゃん。うん、あれ使って登ってる時のさ、うん、途中の丸にたどり着いた時ちょっと嬉しいもんね。 あ、ここまでは登れたんだっていうのがね。そうそうそう。チェックポイントだよね。チェックポイントそうそうそう。あの丸チェックポイントでね。チェックポイント。もう手すりはだから本当大切ですからね。本当大切。そう。えっね。M1 の階段ちょっと怖かったもんね。そうですよ。多分下向いてますからね。一段一段ちょっと確認しちゃったもんだからあそこにも手すりをぜひね、つけてほしい。ぜひつけてほしいですね。はい。よろしくお願いします。社会ですから。ね。はい。うん。手すりがあったら、我々が決勝行ったんだみたいにしてほしいね。 なるほどね。我々言ってなかったら手正つけなくていい。そうそうそう。だから一つね、なんか、その、気づかない、気づ、気づきがあったっ気づき。<laughs> 気づき<く>が。<laughs> いや、ありがたい。も<う>まだ爺さんの話してる。いやいや、もうちょっと、爺さんの話やめよう。爺 <laughs> さんの話ちょっとやめよう。<い>あの、 オールイトニッポン出させていただいて、もう本当に僕はね、嬉しいんですよね。8分の1爺さんの話したぞ、もう。あ、そう。まあじゃあ G さんの話はもういいです。だからオールイトニッポンの思い出というか。オールイトニッポンなんてあなた大好きでしたもんね。そうですね。もう本当に夢で、夢だったでしょ。本当そう、嬉しいのよ、本当に。嬉しいよね、だから、あの、僕はね、一番そのオールイトニッポンを聞いてた時期っていうのが、僕は中学校の時ね。中学校。中学校の頃ね、よく。何年、何年。 だから35年前ですよ。35年。35年前。35年前。そうです。生まれてない人もいるだろうね。聞いてる人でね。いや、もちろんそうですよ。うん、当時ね、僕は中学校の時に、もう、俺たち日本を聞いて、寝るっていうのがもう日課でさ、はい、うん。それで次の日に俺たち日本の話をこう、学校行って友達と話すみたいな、うん、そんな日々を過ごしてて。友達いたんだ。友達はいましたよ、一応ね。 そんな時にね、あの、だから僕の時のパーソナリティで、月曜日担当で中島みゆきさんがいらっしゃったんですよね。はいはいはい。中島みゆきさんがいて、あの、当時ね、もう SNS とかもあるわけでもないし、中島みゆきさんの顔がわからなかったんですよ。ああ、なるほどね。テレビに出ても、顔、あの、テレビ出ないしかなかったから、当時。そう。で、すごいでも喋りはめちゃくちゃ面白くてさ、明るくて。 一回ね、飴玉を舐めりながら喋ってたことがある舐めりながら。なてうの舐めながらでいいんじゃない舐めながら。理は何強く舐めてたってこと舐めり、舐めりながらもう、飴玉を手に持って、レロレロしてる感じじゃん。あの、なんてしゃぶりながらというか、その、飴。に入れてないよ、舐めりは舐めながら。舐めながらね。やってて、そのね、子供心にその、え怒られないのかなその周りの大人たちにって思ったぐらい。心配しちゃっ心配したぐらい。でも、トークはすごく楽しくて明るくてさ、 で、だけど顔見たいけど顔がわからない。調べ方もわかんない。もう歌と全然違ったもんね。そう。歌はちょっとね。そうそうなんかね。暗いというか、ダークな感じ、当時ね。で、喋りはめちゃくちゃ明るくてさ。で、ある日ですよ、これラジオ聞いてた時に、もう電気消してラジオ聞いてたらさ、この放送はテレビと二元中継でやっています。って言って、あ 顔見れると思ってさ、慌てて当時ね、僕の部屋の隣の弟の、二つ下の弟の部屋にしかテレビなかったのよ。だから慌てて夜中一時にさ、弟の部屋に入り込んで、電気つけてテレビ行けるガチャ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 ってこう、ね。まだそのタイプだ。チャンネル。ガチャガチャのやつ。ガチャガチャでチャンネル回してさ、で、弟は何々何何みたいになって、で、チャンネルガチャガチャ回しても全部砂嵐さ。ねうわそっか。札幌はやってないんだ。 当時札幌だから。はいはいはい。と思ってもしょぼくれてさ、家に、あの、部屋に戻って、その、ラジオ続き聞いたらさ、本日は、4月1日です。騙されましたよ、中島みゆきに。痛いけな、この少年を。痛んだ、騙される人。騙されましたよ。これ経験してる人ね、ラジオ聞いてる人もいると思いますよ。ぜひ伝えたいね。そう、だからお会いした時に、ずっとこの話はしたいのよ。怒った方がいいよ、だから。 騙された。だされたんです。そうですよ。してくれるんですか。で、次の日、母親に、大目玉ですよ。大目玉なんて言葉使う人いるんだ。大目玉大目玉、怒られて、勝手に弟の部屋に入ってさ、そう。騒いで。なんで母ちゃんもそんぐらいで怒って。で、弟が告げ口してさ、夜中に入って。夜中に来て。そう。ガチャガチャして。そう。バカ兄貴が。そう、バカ兄貴が。そんなこと、思い出ありますしね。 いやー、ほあと火曜日にね、トンネルズさんのも聞いてたし。で、その火曜日のね、そのね、今ゼロの時間帯ではね、森若香織さんがやってたんですよ。5番。それも僕ファンだったんで。もう火曜日はもう最高の日だったし。めちゃくちゃラジオっ子だったじゃん。そうですよ、テープに録音してさ。本当そうですよ。あとトンネルズさんのラジオ聞いてる時も、電気消してベッド入ってさ。そしたらもう面白いの。 ラジオが。で、俺さ、その、仰向けだって寝てるじゃん。そしたらもうその、唾が期間に入ってさ、おおおおっとってさ、起き上がって電気つけてさ、ぜんぜんぜんっってさ、そっからもう寝れないの。やっぱりじいさんの話じゃん。じいさんじゃない、若中学校の時だから。じいさんの症状じゃん。ちょ、だから、期間に唾が入ったから、それで俺寝れなくなってさ、朝方やっと寝れたと思ったらさ、それで学校遅刻したんだよ、俺。そんなの、てめえが悪いんじゃねえか。 これもトンネルズに言いたいですよ、僕は遅刻したっていうの、それも。ラジオ被害者の会。そう。オールナイトポン被害者の会。被害者の会を作って、本当にそんな、いろんな思いがあるさ。<laughs> あそ、ね、それに今ここにいるっていうのがね。いつぐらいまで聞いてた俺は一番聞いてたらやっぱりナインティナインさんかうああ。とあ。それがもう中学、ね、あと電気グルーブさん。はい。うん 歴史を感じるねあと福山雅治さんやってたねはいはいはいちょっとエロかったじゃんそうそれがまたたまんないんだよね思春期とか若い時にはねちょっとエッチなでエロ読んんんくれじゃ最高だねそういう思い出がありますからいっぱいこのブースでやってたんだなって感慨深いよ本当に感慨深いですよ本当にそうなんか だからさ、中学校の時よく話してた友達にもさ、LINE してその俺のと日本やるんだよってって、そのわじゃあ聞くわって言ってくれたし。い。本当？そうだよ。中学の友達ってことは、今年50の人そりゃそうだよ。そりゃそうだろ、同級生なんだから。今年50の人聞いてんだじゃん。聞いてますよ、きっと。だからね、中学校の時そういうさ、話してたやつが、今はさ、マイホーム持って子供二人いてっていう話を聞いたら、やっぱその時の流れを感じるけどね。まあ、大成功じゃん、もう。 マイホーム持ってたら。いや、そりゃそうだよ、うん。すごいね。そう。だから、まあ、応援してくれて、聞いてくれてんじゃないですか今。聞いてくれてるかなそう。うん、うちの母親も、なんか今、聞いてるみたいですよ。寝た方がいいって。いや、そうだよ。そうです。もう72ですから。72か。そうですよ。うん、72でね。 72でも若いよね。まさのりさんが50で。そうそうそう。若い時のは息子だから。ミスマンも今のところ72と50しか聞いてねえみたいになって大丈夫若手の枠なんだよ。そうそう。やべ、ちょっと、ほんと中学生とか高校生ちょっとスイッチ切られるかな切るよ。じいさんがずっとわけわかんない話。ちょっと待って、これから楽しくなるから、その、じいさんが昔の話しかしてねえ。そうそうそう。そう、いや、そのね、いろいろ楽しい話もこれからあるんで、ちょっと消さないでくださいね。そうですよ。はい。じゃあそろそろ。 タイトルコールいきますかきたやれるんですよ、我々が。はい、ちょっとその、はい、ありがとうございます。ますかはい。僕一人でやっていいですかダメですよ。ダメに決まってるだろ。これはもうちょっと本当もう命かけて言いたい、あれですから。命かける。命かけて言いたいです。はい。じゃあ行きましょうか。はい。行きますよ。はい。錦鯉のオールナイトニッポンゼロ ということで感動してますね、昌吉さんいや、もうう泣泣そでですすよよいいいいてやちょっとそこはあのこらえますけど、この曲、泣いてくださいよ、いやいやいや、泣いたらやばいですから、じいさんの涙も欲しい時間帯じゃないですか、時間帯はね、いや、そんな時間帯ないから、きた、これは素晴らしいことですね、言えましたよ、我々が、言えると思ってなかったもんね。いやや本当にっぱ 49でさ、うん、初めて「オールナイトニッポン」のパーソナリティでこのタイトルコール、うん、でこのいつものこのビタスイートサンバーが流れるって、うん、なん雅紀さん見てるとさなんか死刑囚が最後に何食べたいって聞かれて好きなものを食わしてもらったって <laughs> いやもう本当に <laughs> 嬉しいんです。嬉しい嬉しいんです。あそう。はい。泣いていいですよ。いや、大丈夫です。はい。最後終わってから家帰って多分泣くと思います。これ、新たに聞いて。いやいや、今はいいですけど。い。いよ、別に、じいさんの涙は別に、そんなにみんな感動とかしねえから。大丈夫です。いやいや、大丈夫です。全然大丈夫です。はい。さあ、ということで、せっかくの生放送でございますので、メールを募集したいと思います。いあ。いいですかはい。今夜のテーマは、こちら ねえねえねえ、錦鯉に若者文化教えてーなるほど。こんだけじいさんトークしてきた我々に。いや、だからこそだだからこそだからこそだ若者文化教えてもらわないと。そう。もう本当に知らないから俺ら。本当にね。これから我々もテレビでね、あの、お仕事をね、していく中で、そうい若者文化も知らなきゃならない。そうですよ。そう。本当に知らないじゃん。そうそうそう。やばいもんね。マジさ。うん。 言っっちゃていいかなこれマジさスタジオトークとかあるじゃんアイドルが3人いたら誰だか分かんねえんだよもう本当にそういう現象が起こってるんこれ年いかないと分からないですけどねそう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 んかあの動物園に行ったら猿いっぱいいるけど飼育員は猿全部その例えおかしいだろ今の今の話の流れからえ違う違う違うそういうああいうのもあるそれはひどいだろ今いやいや傷口に塩塗るみたいなのやめろよ これはもう本音トークでのあ音トークじゃねえ <laughs> そうそう若者の文化を教えてもらいましょう我々に、ね、教えてもら、えーえー、ってえとですね正紀さんは、えーえー、アポロ14号が月に着陸した1971年生まれの49歳 <laughs> あこれちなみにあの補足説明ですけど、はいあのー、日本マクドナルドが、うんあのー、できた年と同じ年あ本当マクドナルドとタメを では日本マクドナルドナルだから北海道弁で言えばドンパっちゅうのドンパっちドンパドンパタメのことをドンパっていうね同じね、俺とお前ドンパだなみたいなねそうなんですかそうなんだよタメタメへえ はい、えー、私、渡辺も、成田空港が完成した、1978年生まれの42歳でございます。うわー、成田空港俺の年なんだ。いね。ど、あの、ためなため。ため。ど、どんぱんでしょどんぱ。ん。どんぱね。うん。二人とも、おっさんでございます。とえ。ですね。はい、えー、我々よりも下の世代のカルチャー、流行を知っておかないと、時代に取り残されてしまいいますととうこでございます。ということで、 我々にですね、最新の流行を教えてください。お願いします。この2時間で情報をアップデートしていきましょう。例えばですね、うん、あのー、学校で流行ってる遊びとか、あ、いいね。あとこういう言葉が友達の間でよく使ってるとか、ほうほう。あとメールに年齢も添えていただくとありがたいです。うん、そうね。はい。俺らみたいにそんなに若くない人も番組聞いてくれていると思いますが、うん、流行っているらしいですよね。流行っ ているみたいだけど西区がやったことあるみたいなあなたが知れた断片的な情報でいいのでなんとなくメールを書いていただけたらと思います断片的でいいの断片的でも嘘とかをやめてくださいね嘘はダメだよね嘘はダメですよ俺ら信じちゃうからそうだよその何が流行ってるみたいなのね。そう本当にね怖いよ今めちゃくちゃくりまんじゅうが流行ってるとかさそう信じるよね若者の間でくりまんじゅう金ツバが流行ってる若者10代の間でみたいなあのタピオカの次は金ツバだみたいな言われる 金ツバなんて俺ドラえもんでしか見たことないもん。いや、俺もさ。あ、そう食べたことないでしょ、金ツバ。たまに出てきたよね、ドラえもんのコマでさ。そう。何食べたい俺、金ツバとか言そうそうそう。ったよね。うん。何なの、金ツバって。いや、俺も知らない。四角、なんか四角かった絵で見たら四角かった。四角かったね、金ツバ。金ツバってなんかよくわかんないいや、本当にだって俺、タピオカ。ういうのかね、今流行ってんのって。だから俺、例えばタピオカで言えば俺、一回しか飲んだことないからね、人生で。あ、そう。そう。しかもなんか、あんまり美味しくないタピオカだったから、 イメージが悪いそうそう。あんなん全部味一緒だろ。いやいや、なんかあんじゃないの俺も一回ぐらいかな、タピオカは。うん、そんな我々だからね。タピオカっていつ去年おととしぐらい。第2次なんですかそうそうそう、1次あったんだよね、タピオカブームっていうのが。いついや、もう結構前だよね、もう十何年前ぐらいに。あ、そうなんですそう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 。それもあったみたいに。 そうそう。だナタデココとか流行ったじゃん。それも、まあ、もう十何年以上前かな。そういうのもそう。言葉で言えばさ、例えば俺なんか知ってるのそのホワイトキックとかさ、その。ホワイトキックねなんかあったでしょ何ホワイトキックって。あの、しらけるっていうことなんかその、ホワイトキック。え、もうそれさ、もう、クイズ年の差なんての問題とかで覚えてたやつじゃないのそう、だからだいぶ昔だからルーズソックスとか流行ってた、そうそう、頃だよ。その、 チョベリバーとかチョベリバー聞いたことあるチョベリバーそれぐらいから多分止まっちゃってると思うからそう流行るの言葉どうなんだ学校とかあれなのかな今今でも定規竹とかでできてるのかな竹のものさしとか使ってるのかないや我々の時あったけどね竹のものさし使ってたあったあったあったあの点々ついてるやつそう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 なんか今あんのかね竹で竹である必要ねえかもう今は いや、わかんない。だって、その、竹の定規って言ったら、多分、俺は戦時中だと思われる、その、その、いや、でも、竹の定規使ってたもん、<あ>俺らは。あったあったあった。うん、あと、テッランドセルの横に刺したし。そうだ。そうださ、さ、ね、あの、アルトリコーダーと一緒にね。そうそう、そうそう、そう。 あとなんか鉄の定規とかもあったけどね。鉄もあったね。鉄もあったよ、そうそう。ハイパーオリンピックやるときにすごい便利な。あった鉄の定規ね。あった。うん、ほんと。多分もうね、中学生ここで取り残されてるよ、もう俺らの話で。定規でさ、机の上でさ、ペンでバチンって飛ばして落とし合いとかしてた。してたらスーパーカー消しゴムね。スーパーカー消しゴムじゃねえ。俺らは定規でやってたんそれ。定規うん。 定規で戦ってたってこと、うん、そうそうそう。あ、俺らはスーパーカー化粧の。うん,う,うん。そう。うここで七つの差があるから。やいや、だからまあそういう流れのね。うん。うん。ぜひぜひ聞きたいと思いますよ。はい、行きましょう。学校に入ってるもんね。<laughs> 受付メールアドレスはまさのりさんから。みんなーメールアドレスだよ <laughs> いいから言えよ、もう。はい。ええー、アドレスは西木 <laughs>、錦鯉アットマーク、オールナイトニッポンドットコム。錦鯉アットマーク、オールナイトニッポンドットコム。 え、こちらですね。え、西木鯉の綴りは、え、西木鯉です。で、わからない人は、錦鯉の綴りは錦鯉です錦鯉ですから。はい。で、え、わからない人は、え、ドコモの i モードで調べもうやってねえんだよ、もうや、もう本当にやばい。もうやばい。30分じいさんだ、俺ら。どうしアイ i モードもうやってないの やっ,やってない、やってない。ああ、そう,う終わった。うん。これ何でもね、わかるんですけどね、うん、調べたら。ええー。はい、今日は番組の冒頭でやったような我々の漫才のつかみをリスナーに考えてもらうコーナー。そうだ。そして、えー、私が大好きな AV のコーナーもあるので、うん。そちらもお楽しみに。はい。はい、二人合わせて91歳、西京井のオールナイト日本ゼロ、この後5時までお付き合いください。<laughs> 番組ではあなたからのメールを募集中ですまたのりさん受付メールアドレスは錦鯉アットマークオールナイトニッポンドットコム錦鯉アットマークオールナイトニッポンドットコム錦鯉は全部外国の字だよツイッターでは番組を聞いての感想をツイートしてくださいまたのりさんハッシュタグはハッシュタグ錦鯉 ANN0ANN0」A N N A N N、のスペルを言うよ もう言ってんだろう「#」ハッシュタグは親子丼とかの丼に似てるよすいません各自で調べてください「西のオールナイトニッポンゼロオールナイトニッポン」は聞くものじゃないカーディガンのように羽織るものだ <laughs> はい錦鯉の渡辺です長谷川雅紀ですちゃんとやってくださいと、はい はい。毎週週外のパーソナリティでお送りしている土曜日のオールナイトニッポンゼロ。今夜は我々、錦木鯉が担当しています。はい。はい。えー、ということでございますけれども。なんかね、メールが。来てる。えー、来てる。わありがとうございます。えー、はい。これ嬉しいね。いや、ほんとこれリアルタイムでさ。メールちゃんと組んだ。すごいよね。だから当時、うん、俺が聞いてた時は多分、ファ、あのー、ファってなんだよファ。 なんだっけファックスファックス。ファックスファックス。ファックスが出てこなくてファで一回止まっちゃったんそうそうそう。なんだっけなと思っファックス。ポンコツがすぎますよ、ちょっと。そう、だったけど、今はメールってことでね。はいはい。ええちょっと、誘来てるんですよ。あ、読んでいただいて。はい。え東京都のラジオネーム、カイトさん。はい。今日のオールナイト日本ゼロって、近所のおじさんのクラブハウスを垂れ流してます。確かにそうだね。垂れ流してる今んとこそうだよ。やばいよ。 近所のおじさんの。近所のさんが何も意識せずに。誰も入ってこないだろうと思って。やってるやつ。二人。たった二人で。たった二人で。ね聞いてる人いいんだから。そうですよ、本当ちょっと意識しないと。そうだよ。お怒りのメールで、それ。多分クレームクレームクレームですかね。クレームですよ。あの、他にもね、もう一個あるメールいいですか感想メールですね。え、大阪府堺市。え、ラジオネーム、なおと、いんもけんぴらいみ。 芋けんぴらいみですね。ちゃんと読んでください。はい。なおと、芋けんぴらいみさんから。はい。えー、長谷川さんの歯が抜けた時を、うん、落合のホームランみたいな放物線と例えていたのを聞いて、うん、こいつらマジのじじいだなと思っています。<laughs> 登場してくる人物がさ、<laughs> まずはいはい、はい。そうだね。ね。往年の人しか出てこないから。<laughs> <laughs> えあのこの時間のラジオを聞いている人は若い方が多いので、せめて今時のスター選手であるソフトバンクの柳田のホームランみたいな放物線と例えてくれた方が分かりやすいです。柳田の,柳田の放物線じゃないじゃん。バーンっていっちゃうじゃん。あ、そう。落合、うん。落ち合,い落ち合いはもう綺麗な放物線だそうなの一応これ、だからクレームですよ。うん、え最後ね、うん、若い人たちに寄り添う放送をお願いします。<laughs> 怒ってんなクレームが本当すいません。えー 耐えないというね。まず教えてくれと。我々に。若者情報まあまあね。あのメールね、募集してるんで、その、本当に情報をね。今これ押さえとけばいいよ、みたいな。今最新のさ、言葉何知ってる最新の言葉最新の言葉。もう若者に寄り添わなきゃいけないから。あれは知ってる俺。何リ。リリ。何知らない。知らない、うわ、遅れてる。うリって何 リースね、有名ですよ、その。え何リって。知らないでしょ知らない、知らない。了解っていうのを、リっていう。結構前じゃないそれ。そのリだとは思わなかった。そのリだとは思わなかった。ちょっと待って、結構前だよって、その、言われましたよ、その、スタッフさんに、その、結構前だぞ、これ、俺。そのリそう、結構前。そのリだとは思わなかった。そのリは知ってるけど、今とは思わ、もっと最新あるでしょ。あ、そう。あんのかな、なんか。 番組の D、うん。ディレクターさん、二十代ですって。20代の方が。D も古いのね結構前。D ダメだった。そう、そうなん。十年ぐらい前1年ぐか。え、じゃあもう。相当前じゃん。ディレクターさん十代の頃。うん、流行った。とかね。俺ら十年前でもおっさんだもんね。だってね。そりゃそうですよ。そうだよね。は年前で僕三十九ですからそれは追いつかないよ。ほんだらこれ面白いな。面白いな。当たり前のこと言ってんのに。十年前三十九。 ね、えー、そりゃそうだって。何を言葉にしてるんだって。<laughs> <laughs> 何言ってんの <laughs> あの、は <laughs> じゃない、ね。そう。いや、高、高志はだから流行りの言葉とかなんか知ってんのええー、マジでわかんない、俺。もう、な、もう何すクラブハウスぐらいだよ、に。ああ、クラブハウス、ね。クラブハウスと、あとんだろう、最新の言葉。なんかある。だって、何、うん、とか映えとかあるじゃん。ああ<ー>。あれも古いんでしょ、もう。もう古いか。何、3年前。年前ああ、そう。 もう、一昨日ぐらいの感じだけどね。映え、映えてるみたいな、うん。まだ言ってるじゃんね。映え、え。えてる、言ってるけどね。あそう。だから移り変わりが激しいよ。うん、知らないし。わかんないでしょアイドルとかも。まあまあまあね。それはさ、流行ってる曲とかさ。 そうそうそう。それもだから、今日はあの、アップデート教えてもらう。ようにリスナーに教えてもらうようにしますから。そう。しましょう、しましょう。はい。うん。なんかあの、だから、その、我々がさ、こういうふうにやる、やっていけるのも、やっぱ M1 のおかげっていうのが、まあ、大きくあるわけで。確かにそうですね。で、その、言ってしまえばね、我々、その、M1 ね、出るぐらいまでは、もう、アルバイトをしてたんですよ。そうですよ。そう、12月。12月までバイトしたもんね。バイトしてたの。それが、もう、今ね、こうやってパーソナリティやってるっていうの 不思議な話じゃん12月にバイトしてた奴らが、オールナイト日本やってんだよ。そう。すごくね。不思議。すごく不思議な感じなんだけど。バイトしてたおっさんがさ。そう。オールナイト日本やってんだよ。そう。奇跡的というか、不思議な感じなんだけどさ。すごいね。なんか、なんとかさ、その、今まではやっぱりその、まあバイトをやってたけど、そんな芸人としての収入がなくてお金がなかったわけよ。はいはい。今やっとこうやってね、いろいろお仕事いただけて、収入的にもちょっとは少しは。 もらえるようになってさ。うん、で、12月以降、もうバイトも行けなくなる状態で、うん、行かない状態で。うん、で、僕が今ね、住んでるアパートっていうのが、うん、その、僕以外に、他に芸人が3人いるんだよね。うん、そう。 ピン芸人のジャック豆山。はい、お団子まんじゅうの、え、古沢。うん、そして、ラズベリーっていうコンビの、たこ焼きくんって、うん、全員美味しそうじゃねえんだよ。全員美味しそうなのよ。なんだよ、その<う>、夢のようなパーツだな。<laughs> 名前だけだからね。うん、まあ、それみんな、な、なぜかね、顔丸くて坊主なんで、うん、ま,あまあ、これを、まあ。なんで、なんで集まっちゃったの <laughs> いや、わかんないですかもう。引き寄せるものが。あって、なんかその、ねその。大家もでしょ、大家も。いや、大家は顔見たことないからわかんないんだけど。まあ、それをまあ、卵会って呼んでてさ。そう。ね。なんでだから、顔丸くて、坊主だからみんな。それ卵に悪いよ。いやいや、なんで、なんでだよ。卵会。いやいや、卵会だから。卵嫌いになった人いるよ、今の。今のね。いや、そんなことない、その、大丈夫ですから大丈夫ですから。大丈夫ってなんだよ。 そうだもん、卵会であって、そのみんなでね、そのね、あの、ジャパンザからたまに集まってさ、こう、ご飯とか食べるんだけど、今まではさ、やっぱ金がなかったから、俺もそんなお金も出せなかったし、もうインスタントラーメン5袋買ってきてさ、5袋全部鍋に入れて、その、ラーメン鍋ラーメン鍋ラーメン鍋。とかやってたけど。なんで一人ずつ家で食えよ、もう。いや違う違う、それはみんな集まってこう、おしゃべりしなやりたいんだ。そうそう、やりたいじゃん。それでいろいろ話するっていう感じだったけど、まあちょっとお金ももらえるようになってね、この間初めてよ、何ピザ頼んだから。 初めて初めてピザだよ。頼んだの。ピザなんて頼めないんだから普通。初めて頼んだの。そうだよ。50年生きてきて。いやいや、ピザ頼んだことはあるけど、うん、その、なんだろう。うあんた、本当は50、もっと、やっぱ70ぐらいだろ。70じゃないよ。<laughs> もっと昔からやってきたろ。何よ<を>。なんか昔、階段から落ちて、気づいたら、現代にいたみたいな人じゃない <laughs> 違うよ。ピザ頼んだことない。そんなタイムスリップ。いや、 だから、だから東京に出てきて、俺が上京して30で上京してるから。上京してきて、まあ20年でし約19年。30で上京はもう夜逃げですよ、それ <laughs> いやいやいや。夢持ってね、<laughs> 30で上京してきたの。ああそれほんで、だから東京に出てきて初めてピザを頼んだんですよ。おえ、50になって。50になって初めてピザを頼んだ。ああ あっちでも頼んだことなかったってこといや、札幌時代は、それは頼んだ。親が頼んでたと。まあ、親が自力でってことね。そうそうそう。自分の稼いだ金というか。それでピザを初めて頼んでさ。で、その、ジャック豆山と、その、たこやくんはお腹空いてるって言ったから、じゃあピザ頼もうか。でも、俺ともう一人、その、お団子まんじゅの古沢っていうのはちょっと晩ご飯食べたから、まあ、俺らはまあ別にね、一切れぐらいで、みたいな感じで。だから、あ、じゃあ L1 枚でいいかって言って、L1 枚と、あと、なんかバスケットみたいな。 ね、パテトとチキンの役頼んで、頼んだのよ。だけど、ピザが来たらさ、もう普通にうまくて、久々のピザで。で、その、古澤も俺もさ、みんなと他の人間と同じぐらいの枚数食べちゃってさ、ね食べちゃって、その時俺は気づいたのよ。ピザっていうのは、お腹いっぱいでも食えるもんだなって。はあ。なんだこの話。えよくしたな、俺イトに。 そういうことが。ジジイが4人集まって、ピザを食った話を。うん。オールナイト日本でしたが、よくしたな。だからピザ、ピザってのはそういうもんだなっていう。<laughs> いつでも食える。お腹いっぱいでも食える。そう,そう。ピザってのはね。だって、うん、ね、それまではもうピザ買えなかったから、うん、ね、俺ジャック豆山の家に行くのにさ、うん、部屋に行くのに、その食パンとスライスチーズとケチャップ持って、うん、豆がピザ好きだから。 ジャック豆が好きなの。ジャック豆が好きなのよ、ピザ。<ー>だから食パンにそのスライシールの乗って、ケチャップつけて、それをトースターに入れて、うん、それをピザだねってって、こう食べてたんだから。すんなよ、もうピザの話。<laughs> <laughs> のそれじゃあ、もうやっと本物のピザを頼めたっていうね。<laughs> その M1 に行ってっていう、その、感動、感動,感動してんの。感動してますよ、本当に。伝わんねえだよ、全然伝わんねえ。ムカついただけだよ、こっちは。<laughs> そうなのじいさんがピザ、4人のじいさんがピザ、集まってピザ食った話なんて。<laughs> そんなこともありましたから、<laughs> 言ってもそうですよ。 まあよかったね、でも。よかった。そういうことができるようになってね。本当ほんと。あ、そうですよ。M1 のおかげですからね。M1 のおかげでピザ食えたもんね。そう。ありがたい。ありがたい。そう。まあ、でも M1 後変わりましたでしょう。いろいろ。いやーまあ、だから、あとその収入面とかね、テレビ出させていただくようになってっていうのと、あとはその街中歩いてて顔刺されるようになったってことだね。ああ、そう。そうですよ。刺された。刺されました。もうよくあるのが、あ、のあ錦鯉だ 言言われる言われれるますよ<ー>そういうのはあるけど、うん、たまにね「あレーズンパンだ!うん」僕のことその m 1でねそううレーズンパンのギャグをやったから,たから、うん、そうですその時になんてこと言えるのレーズンパンだ」って言われた <laughs> レーズンパンじゃないです。そんな気持ち悪いのかよ、お前。リアクション。いやいや、その、気持ち悪いっちゅうか。い。やいやいや。よ。それは違う違う違う。それは笑ってないから、いやいや、そのレーズンパンじゃないよっていう、その、なんか。わかってる。向こうだとわかって言ってんだよ。いや、まあ、名前知らねえからね。そうそうそう。うそう。まあ、そういうふうにありがたいね。いやいや、ありがたいよ、そうに気づいてもらえると。俺、全然ない。一回もない。あ、そう。 僕なんてあれですよ、マスクして今ね、ご時世、マスクして、しかも、なんちゅうの、あの、帽子かぶってるのに、そのニットの帽子、かぶってるのに、それで気づかれますからね。やっぱもう歩き方がバカみたいだからじゃないどんな歩き方なん、それ。見た感じ、バカみたいだからさ。気づかれるああ、そう。いや、本当とい人だなって。や、気づかれますよ。俺なんて、だって、親父もさ、M−1 出たことにより、テレビ出てるの、うちのはいはいはい。 アナザーストーリーも出てたし。あと、マジで、あの、家ついていそうだ、そうだ、その話聞かせてよ。何の話どれ、家ついて行っていいですかの話。そう言われたらしたくない。いや、なんでだよなんでだよみんな聞きたいですよ俺も聞きたいよ、その話。家ついて行っていいですかうん。うん。でも、あれ、本当に親父が、捕まって。ガチなんでしょガチで捕まって。捕まってって言い方。その、あれだけど。うん。捕まって、打ち来て、あら ディレクターさんが、俺その時家いたのよ。うんうんうん。そしたら、わーって向こうがびっくりして、チャップリンでお世話になっております、みたいな。うん。テレ東さん言て、どうもどうも、みたいなって。はい。で、なんか、一応最初のりは、俺抜きでやってたんだけど、うん。なんか一応事務所とかにも通さなきゃいけません。ああ、なるほどね。はい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 。で、その後事務所通して、俺、ありのりして、うん。見たあれ。 いや、僕ね、ちょっと見れてないんですよ。ふざけんなよ。なんだてめえ。違う違う違う、あの、いや、見ろよ。うん、ちょっと。それを見てないと、この後の話、だって成立しないじゃん。見てない人に話してもしょうがない。ちょちょ、俺は知りたいよ、だけど。見てないのにそうそうそう。見ろよ、まず。いやいや、ちょっとまず、ちょっとま見れてないんだけどね。うん。結構ね、感動的に仕上がってる。はい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 。いやいや、聞きましたよ、お話は。うちの親父。なんかもう、母ちゃんが死んだこととか。うん。 親父も、なんか感動的な感じ撮ってんだよ。うちの息子を応援してますみたいな。撮ってんだけど。その裏結構ひどいのあったからね。ひどいのひどいのっていうか、俺の AV コレクション撮ったりさ。あ、撮ってるんだ。撮ってるよ。うん。親父の前で好きな AV 女優の話させられたりさ。それ親父どんな顔で聞いてんのニヤニヤしてたよ。 うん、そこを流せっつって。あははは感動的にすんなと。いやでも、すーげー感動的になっちゃっててよ。いや、うまい,いじゃん、それもそれで。渡辺さん、今若者に人気のゲームってなんか知ってるベーゴマちげえよ。西京イのゴールドナイトニッポンゼロ西京イの渡辺です。長谷川正則です。はい。 ということで、それじゃあ、メールの方、紹介していきたいと思います。まさみさん、お願いします。はい。えこちら、千葉県ラジオネーム、コメさん。はい。えー、西木さん。今、この番組がトレンド入りしています。おおもう本当にあ、すみません。ツイッターって言ってもわからないですよね。えみんなが集まって、いろんなことを書き込む、河原版って言えばわかりますかああ河原版ね。河原版ねじゃないんだよ。わかるわ、ツイッター。 トレンド入りしてるってすぎくねえ本当に我々トレンド入りするのなんて初めてじゃない初めてだろ初めて多分初めてだろあそうトレンドじゃねえんだから俺らのすごいありがとうございますトレンド入りしてるすごいな嬉本当にうんいやありがたいねそれは嘘じゃねえかそれ大丈夫か嘘言ってるこのめそんなことないでしょ米かそうちょっとねもう見れてないからあそううん。 まだえー、まあえー、テーマメール来てますね。お、テーマメール来た。冒頭で言ってた。行きましょう行きましょう。えー、ラジオネーム、うん、オニオンリングあげるよ。はい。はい。えー、まささん、高橋さん、こんばんは。こんばんは。若者で流行っているものですが、うん、クリームソーダが最近ブームになりつつあるそうです。クリームソーダ以前流行したタピオカと同じく、えー、所詮リバイバルブームの流れがクリームソーダに来たということだそうです。うん、僕は喫茶店に行って、 来た時には必ずと言っていいほどクリームソーダを注文するので今後店員さんにこいつ流行りに乗っかってるなと思われると思うと嫌な気分です。なるほどね。うん。クリームソーダ流行ってんだ。本当本当ん,ん,おんなんだ。クリームソーダ、クリームソーダなんて我々のね。の緑でアイス乗ってるやついやね。ほん <laughs> そんな、うん、そうそう、それしかないでしょクリームソーダ。うん。そう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 。俺らちょっと大きいデパート行ってね。うん,うん。 飲むやつだったもんね。そう。あんなのね。あんなの憧れだったじゃん。憧れだよ。憧れですよ。クリームソーダ、だから、レストランに行ったらさ、その、チョコレートパフェもわかるし、クリームソーダもわかるじゃん。でさ、あの、チョコレートパフェじゃないんだけど、チョコレートパフェってなんかその、なんちゅうの、クラッカーの、クラッカーみたいな形してるじゃん。でっかいクラッカーみたいな。はいはいはい。入れ物がね。それじゃなくて、平べったい透明な、あの、ものに入ってる、あの、プリンと、 そう、あの、アイスクリームと、あと、ウエハースとか乗っかってるやつ。知らないあの、平べったい。やつ。平べったいって言うな。なかるから。なんかあるじゃん。あれ、なんてう名前なんつうんだあれ。あ、アラモードプリンアラモード。プリンアラモードあれがプリンアラモードなんだ。なのかなそれ、それもなんか憧れというか。アラモードが平べったいなのじゃん。そうじゃない平べったいって言ってんじゃねえかよ、そっち。俺に禁止事項を出しといて。 めたい方が、そう、プリンアラモードなんじゃないのあれ、憧れちゃよ。あれね。うん。そうそうそう。憧れいや、クリームソーダだクリームソーダだったね。チョコレートパフェより俺は。あ、クリームソーダ。ソーダが好きだった。ああ、俺はチョコレートパフェやっぱ頼んでら嬉しかったよね。あの、長いスプーンです。長かったね、あれ。ねじれてたでしょ。長くてねじれてたでしょ。そうそうそう。あんなの家にないじゃん。珍しいな、この長いスプーンそう 奥まで行けるからよ。そう、奥まで行けるからなんだってね。すごい届いたもんね、そう。そう、うちにないからさ、珍しくてさ、あと思い出した。耳かき感覚でいいっすよ。そうそうそう、形がね。あと俺、あれも好きだったのさ、あのさ、今もあると思うけど、靴の形したジュースの分かるあった、あった。あったね。靴のね。形のグラスみたいなそう、靴の形のグラスがあって、オレンジジュースとか入ってるね。サンタの、あの、なんちゅうの、あの、靴みたいな。ね。そう、あれ飲むときね。 なんか、ね、飲んだら、その靴の先っの方が、カポ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 ってなんの。これ伝わんのかよこれ伝わんのか、これ伝わんねえな、これは。ちょっとこれ調べてくれればわかると思うけど。俺もわかんなかったそこまでは。カポカポまではいけなかったちょっとこれね。グラスあったよねで終わらせてほしかった。カポカポまで行ったら無理だ。いや、あんのよ、これ。急に俺冷めたもんカポカポいけ冷めるっていうか。 そう、あったのよ。いや素晴らしいですね。あ、ってんだね。うん。はい。どうますかあと、あ、定規情報が来てますよ。来た。来た。やった。はい。えー、テーマ、今日のテーマね。えー、ラジオネーム、カイジさん。はい。現役高校生ですか聞いてる。ありがとうございます。鉄の定規と聞いて、正直ピンと来てません。はいはい。今はタブレットが全生徒に配られて、画面共有しながら授業するとこも多いです。はは え、じゃあもう、リモート的になってんの授業も。そういうことじゃなくて。あタブレットで図とかを解説してくれるのか。じゃない一人一人だから。にはいるけど。タブレット配られてんのあ、一人一台持ってんだよね。そう。えうん。驚きすぎなんだよ、その顔。未来の学校じゃん、もう。そう。俺らが。そう。子供の頃見つけた頃ね。そう。だから、本当に俺ら遅れてるよ。だってさ、掃除機今動いて部屋掃除するじゃん。 あの、ルンバとかあるじゃん。で、我々の時も昔のさ、手塚治虫とか藤子藤雄のね、漫画とか読んでて、そのお掃除ロボットみたいなのあったんだよ。絵でね。だけどね、そのあんなオシャレな形じゃないよ。その動くロボットがうき持ってんだから。人の形してて、うきで入ってんだ。そうそうそう。それが部屋中動いてるみたいな。そっちの方がすげえ。そうそう。そっちの方がすげえっていうか、それが今はもうあんなオシャレな感じになってるわけですから、ルンバ 西京へのオールナイトニッポンゼロ。えー、ここで一部地域の方とはお別れです。一、はい、1>, 1時間の付き合いありがとうございました。n v、うん、き,き,き合い方、地域の方はこの後もよろしくお願いいたします。お願いします。西京へのオールナイトニッポンゼロ。正則が現在の時刻をつるっぱげーの言い方で伝える、正則つるっぱげ時報。つ、る、ぱ、 ゲーつるっばー各自で時計を見てください。錦鯉の渡辺です。長谷川正則です。はい、時刻は間もなく4時になります。はい。さあ、ここで、えー、はい、えー、週替わりパーソナリティがお送りしている土曜深夜3時間のオールナイトニッポンゼロですが、うん、今夜はお笑いコンビ、錦鯉が担当しております。 はい、はい。ここで事前にメールを募集したこんなコーナーをお送りします。漫才のつかみを鳴らしてはい。えー、こちら西小の漫才のつかみ。このつかみの新しいやりとりを送ってもらっています。はい。あのー、いいやつはですね、うん、マジで、 使わせていただきますすこれ本当でからねこれはもう使わせていただくことに関してはもうあのねそれはもうお互いのそのね何んちゅうのそのちゃんとバシと決めて承諾承諾ですから承諾はつっていただいたメールは二人で半分に分けましたので正美さんが採用したメールと私渡辺が採用したメールを交互に紹介していきましょう楽しみはいはい 実際にまあねライブとかそうですよテレビでもね使わせていただくんでこのつかみのコーナーでございますけどメールなんと5000通来ました5000通 !?5000 通来ました5000通来ましたホントにいや5000通だってすごくないもう俺ら5000回やれんじゃん漫才本当だね本当だ5000回分あるありがとうございますうわありがとううん 早速じゃあ行きましょうか。はい、行きましょうか。お願いします。じゃ最初ですね。えラジオネーム、あ、ま、北海道札幌市。うん。えラジオネーム、え風の魚さん。はい。行きます。こんにちはうるせえやん。女、子供には強気だよ最低だな。これはどうですかこれは使いますか 本当に最低じゃないですか。本当に最低だよ。本当に。ねえ。これダメ。いいでやったらダイブイングだろうね。なるほどね。いいじゃないですか。いいじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。行きましょう。どんどん行きましょう。はい。続いて行きましょう。え、ラジオネーム、東京都町田市、え、ラジオネーム、大根だらけ。はい。行きます。こんにちはー許せよ。 僕には麻酔が効かないよ無敵かよ。<laughs> <laughs> これいいんじゃないですか <laughs> これいいんじゃないですかこれ使いますか <laughs> これいいですね。<laughs> これは好きですね、私。これすごいですね。はいはいはい。これいいじゃないですかああ、じゃあ早速もうね、うん、候補出ましたね。麻酔が効かないよって言っとけばさ、ひっぱたいても痛そうとかなんないじゃん。ああ<ー>、うん、そういう、よくそんなとこ頭回りますよね、また今の一言で。うん、これが出たときはいっぱいひっぱたけるみたいにしようよ。<laughs> <laughs> あまり言いたくないの。<laughs> そう ちょっと、躊躇する今のいいですよ。大好きですよ。さあ、続いていきますよ。お願いします。え、ラジオネーム、京都府の、え、ラジオネーム、とまろニアはい。いきます。こんにちはうるせえよ。真っぴるに、セックスするよムード作れよこれいや、これ こんな大きな声で断言することじゃないしいやいやテレビとかで使えないだろこれあとさ、うん、俺の方もムード作れよではないよね <laughs> これそれそれ正解じゃないでしょこの言葉これ真ピ昼間にセックスするように対してのムード作れよじゃないんだよこれ間違ってるからツッコミい,い,いやでもやるときはこのままやりましょうねムード作れよめちゃくちゃ言いたいもん俺ハ <laughs> いいです。最高ですね。いいんじゃないですか、俺。さあ、続きまして。はい。え奈良県、大和郡山市。はい。えラジオネーム、マンボマンボ。はい。きます。お願いします。こんにちはうるせえよ。漏らしたクソを自分で片付けたよ。よくできました。これは、もう本当に。うん。 70ぐらいになったらやろうね、これは。七十ぐらいになったら。これまあ、よくできました。よくできました。まあ、これいいですね。よくできました。で、できたら俺はもう褒めてくるんですから。まさみさんが70になったら。あと20年後。なるほどね。できたって報告受けたら俺は全部よくできましたで、行くっていう漫才を作っていこう。なるほどね。こう、否定、否定的というか突っ込み、ね、そう、褒めてくれてるわけだもんね。できてるんだもん。 あなたは。そう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 。う漏らしたけどちゃんと自分で片付けてる。うん。これはもうちゃんとね。できてるから。偉い。いい。いいね。はい。今後のことも考えて送ってきてくれてますから。ありがたい。すごいね。クオリティ高いんじゃない素晴らしいですめちゃくちゃ面白い。はい。はい。じゃ続いていきましょうか。え京都市。えラジオネーム、洋食団子。はい。きます。こんにちはうるせえよ。コンビニは、サークル系サンクス派だよもうねえよ。 俺は、ちょっと、気持ちいいですね。気持ちいい俺側が気持ちよかった。もうねえよ。西海ですで、入り、入りやすかった。ああ。入りやすかった。そういう、ね、目線もあるのね。ああいいですね、これ。はい。僕が言いそう。はい。サークル系サンクスは、もうないんだもんね、本当に。そうそうそう。そうだよね。そうそうそう。はいはい。はい。どんどん行きましょうか。はい。続きまして。え奈良県大和郡山。 えー、ラジオネーム、まんぼまんぼ。はい。いきます、うん。こんにちはうるせえよ。バコバコバスツアーのバスで仮眠したよもったいねえよ。<laughs> これはもったいない。 これはもったいないあなた詳しいじゃないですかこれバコバスは僕全部持ってますからああそう全て持ってますからこのシリーズシリーズ全部持ってますから僕なんてちょっとあまりね詳しくないんですけどねバコバコスに選ばれるってことは本当にすごいことなんですからこんな仮眠するなんて仮眠なんてできないよ多分あそう仮眠したら大したもんですよバコバスのなんでだよその褒め言葉さあはい行きましょうどんどん行きましょうはい いきます。東京都世田谷区。ラジオネームどうにもならんよ。いきます。こんにちはうるせえよ。文春に自分を売ったよ門前払いだよ。これはなんかね、ちょっと賢くなった気がした、今俺。いやいや、これはだってでも自分を売ったっていうね、僕の。門前問題だいらねって、文春はあんたなんて。あんたのスキャンダルなんて。あ、そう。 門前払い。どうせあのアパートなんていいことだろっていう。で僕のスキャンダルでは売れないよ。売れねえよ。発行ブス伸びないよ伸びない伸びない。興味ねえんだからみんな。悲しい。はい。様子ですけどね。さあ続きまして。東京都板橋区。えラジオネーム。ブスだ3日でなれろ。はい。はい。こんにちはうるせえよ。クラブハウスの入会費を振り込んできたよ 騙されてんじゃねえかこれはねえ騙されるでしょあなたこれいいですねだから入会費なんてないんでしょないんでしょないんでしょそれが分からなかったら成立しない俺はただでできるって聞いてるそうそう俺もただで聞いてるからねそうそうそうその確認事項なんだけ怪しいな本当に我々もはい じゃあ、行きましょう、行きましょう。行きましょうか。東京都世田谷区、ラジオネーム、どうにもならんよ。行きます。こんにちはうるせえよ。情熱大陸に密着されてるよザ、ノンフィクションだろ。う。あ、これは、これは使えますね。使えるこれは使えま出たお墨付き。これはいいですね。はい。これはもう、ぜひ明日の、 M1 ツアーでやりましょう。あそうだそうです。明日3ステあるから。明日あるから。これ使える全部、こっから行こう。行こうか明日は。うん。そうそう。おおすげえ。はい。はい。続いて、はい。きましょうか。はい。ええこちら、場所がないですね。ラジオネーム、オッスオライ、山村もみじ。はい。行きます。こんにちはうるせえよ。人生は、 あっという間だよ説得力すごいな。これ <laughs> ちょっと悲しいかな。<laughs> <laughs> これ確かにこ、これ,ね、これ、これなんだろう、ある程度の、まあ、年齢というか、<laughs> うん、の人が言わなきゃ説得力がもっないわけだから、うんうん。あなたはでもあっという間だったでしょ。いや、それはそうですよ。うん 確かに、これはちょっと深いですね。深いですね。深いですね。これ言ったらまた、泣いちゃう若手とか出てくるかもしれないから。そうね。はい。続いて。はい。お願いします。えこちらもちょっと場所がないんですけども、えラジオネーム、鼻からちょうちん。はい。いきます。こんにちはうるせえようんこは飲み物だよ食べ物だよ。あなたも、 どうかしてますから、これ。いや、でも、どっちかっつったらそうですどっちかってったら。まあ、そりゃそうだけど、こ合ってないでしょ、あなたの言葉は。どっちかだよ。まあ、確かに。でもさ、うんこ飲み物だよっていう人は、もう、食べてる人じゃん。食べてるうん。カレーは飲み物の感じでしょうーん。うん。もう、食べ、一回食べてる人じゃん。あ、そう。飲み物っていう人は。そうなのわからないけど。伝わってくれよ。 ま、カレー感覚ね。あ、なるほどね。カレー感覚って言うな。カレー感覚って言うな。なるほどね。俺が最初に言ったんで。はい。こちらもラストですね。お願いします。はい。最後、ラストそう。これね、ずっとやってたけどね、これ。ちょ、5000通全部もらって帰りましょうね。全部やりますけど。えじゃあラストですね。はい、お願いします。はい。ラジオネーム、深海のカニ。はい。いきます。こんにちはうるせえよ。ちんちんは、君だよお前だよ。 これ、<laughs> これ何なの <laughs> 何これ <laughs> これは何なんか、て<れ>哲学これ何 <laughs> 哲学っていうか、いやだから、その、僕がそっちの方に似てるよっていう、似てるというまあまあまあ、そうかもね。っていうことかもしれないけど、うん、いや、もともとのさ、うん、俺らの掴みからちょっとかなり脱線しすぎてないこれ。 ちょっとなんかルール。完全にこれ前列のお客さん指さしてるもんね。チンチンは君だよってね。すごい指さしてるもんね。ちょっとこれ使える、使えないのがね。使えます。なかなか。使えますか全部使えます。全部使えるこれ。うんこは飲み物だよ。うん、使えるじゃん、そあ、そう。食べ物だよって言って。びっくりするよ、聞いた人。おもろいわ。 すごいですね。すごいね。いや、ありがたいわ。これはもう、その、本当に明日の M1 ツアーでもそうだし、今後本当テレビでもね、ちょっと使っていくんで。ちょっとさ、優秀作やりましょうよ。あ、この中であ、なるほど。明日やる3つ決めちゃおうか。おいいね。どれがいい いやなんか高橋すげえいいのあった人生はあっという間これはこれこれこれいいよどれ情熱大陸に密着されてるよこれはいいねこれ絶対いいじゃんこれこれザ・ノンフィクションだ話いい話だこれ振り返ってみると俺は情熱大陸は無理なのんクラブハウスはクラブハウスかうんああそうだ あれがあるじゃん麻酔効かない麻酔効かないあとはこれでいいかこれ僕には麻酔が効かないよこれ最後にやろうけはい僕には麻酔が効かないよえこちら麻酔が効かないはラジオネーム大根だらけか大根だらけいやいいね大根だらけあとそのジョーニースに密着されてるよえやろうよやろうよこれどうにもならんよちょっともう一回練習しとこうあしたのうんこの2枚 ?3 枚3枚 はい。あと最後これ。はい。わかりました。うん。これで。これ3つね。うん。やろうかとしたら。はい。じゃあ、もう一回ラジオネーム読んで。いきますよ。じゃあ、再びいきますよ。お願いします。えまずはラジオネーム、どうにもならんよ。東京都世田谷区の方ね。はい。いきます。こんにちはうるせえよ。情熱大陸に密着されてるよザ・ノンフィクションだろ。これ1本目ね。これ1本目。そう明日1本目ね。続きまして。うん。 東京都町田市ラジオネーム大根だらけはいこんにちはうるせえよ僕には麻酔が効かないよ無敵かよこれ2本目はい3本目がえちょっと待ってくださいはいいっぱいあるからなんでなくすのなくすたわけだろ じゃあ、あのー、うん、それですね。いきます。ねうん、えー、ラジオネーム、なからちょうちん。こんにちはうるせえよ。うんこは飲み物だよ食べ物だよこ <laughs> れ3本目、ね、3> <laughs> 採用されたんか採用します。明日マジでやりますんで、これ。出たー、はい うわくわくしてきたこれが素晴らしいありがとうございます、はい、いやいありがとうございますいご扇子も送っていただいて皆さん本当にありがとうございました感謝感謝感謝です、えー、以上漫才のつかみでした錦 <music> 鯉の」 ニゼロョイの渡辺です。長谷川正則です。はい。ということで、じゃあ、メールもいっぱい来てるみたいなんで、ちょっとメール行きましょうはい、メール。はい。あの、しますので、読みます。お願いします。テーマメールですね。はい。え、神奈川県、え、佐賀、なんて言いますかん何がんはい。相模原市。相模原市。相模原市は読めてください。い。今年50であれば。 え相模原市は読めてるのいや、ちょっと遠くて見えなかった。あ、遠くてというか。何言い訳しないでください。めんなさいここで時間取ってない。そうだね。そんなやめてください。ちゃんと読んでもう一回。神奈川県の相模原市。えラジオネーム、イカルディ。はい。24歳のリスナーです。最近は、ダルゴナコーヒーというものが流行っています。ダルゴナコーヒーコーヒーというのは南米などのコーヒー豆というものを細かく砕いてエキスを抽出したものです。わかってるわそれはわかってん ダルゴナ教える。コーヒーは分かってんだよ。ダルゴナの部分教えてダルゴナの部分教えてくれよ。ぜひ飲んでみてください。おい、ダルゴナ教えてくんねえのはい。ま、コーヒー。ダルゴナ教えるって。なんでダルゴナはよ。知らないよね。知らねえ、知らねえ。そう。ダルゴナ。コーヒーなんて種類なんていろいろあるわね。いっぱいけど。豆の名前なのかな出ないダルゴナ。うん。流行ってんだね。 違うのかね味とかもなんかわかんないけどね。いろいろ飲むというかね。飲むことないね。でしか飲んだことないからさ。ちょっとわかんないけど。ちょっとダルゴナについてのね、その詳細、ちょっとお待ちしてますんで。この人教えてくれないと。コーヒーのも教えてくれないはい。そう。ダルゴナね、知ってる方は教えてください。テーマメールテーマメールいきます。えラジオネーム、ドリームキャスジロー。はい。そえ大阪府、えですね。うん。これなんていうのこれ。うん。何がどれだ大阪府。 あ、それわかんない。河野市でいいんですかね。河野市でいいんのす河野市でいいはい。片、片野市。片野市。片野市はい。えいきます。ドリームキャス。二人ともわかんねえってなんだよ。いやいや、これ、地名は仕方がないよ。大阪、大阪なんだから仕方なくないよ。どっちか知ってろって話。あ、そううん。ま、そういうね、あの、地名はそういう冗談も入れながらの、あれですから、読めない。そういうとこ、ある冗談ですから。はい。じいさんで知識がねえってどうなってんだよ、ほんと。 俺らここでちょっとね、時間取るわけね。はい、ドリームキャス二郎さん。はいえー、私自身は、高しさんより10歳下の1988年生まれの32歳のババアですが、うん、全然 <laughs> バイト先が若者向けの小売店であることに加えて、うんえー、その店がショッピングモールに入っているので、嫌でも若者文化はなんとなく入ってきます。<ー>ね、ぜひ教えてください。えー、飲み物だと茶、ゴンチャ。 というものが今来てるらしいです。ゴンチャ。ゴンチャ。何ですか、ゴンチャ。ただ、ババアなので、ゴンチャそのものが何かはよくわかりません。そういうとこだよ。これを教えてくれるコーナーじゃない。ババアなのでじゃねえんだよ。関係ねえよ。まだまだ、まだあります。続き。あ、ああと、地球グミというグミも少し前に入ったみたいです。地球グミ。地球グミ。ただ、ババアなので、 地球グミそのものが何かはよくわかりません。こい,つ,いつ,つのはマジで。うん、はい。私から絞り出せるのはこのくらいです。お二人の参考になれば幸いです。ババアだからは理由になんだって <laughs> いや、これ、ゴンチャと地球グミっていうね、単語はね、うん、あの、わかりましたけども、うん、それが何なのかはよくわからない。教えてくんない二つとも。うん、ババアな,よん,なんださっきのなんだっけさっきのダルゴナコーヒーもそう。で、教えてくれよ、頼むから。なんかさ。 名前だけじゃなくて。そうそうそう。だから、それはどういうものなのかっていうのを知って、知らせていただければ。何だと思うゴンチャって。ゴンチャ。もう俺らで解決するしかないよ。ゴンチャ教えてくんねえんだもん。だから、この、漢字はこれなんだけどね。ゴンチャできってないんだけど。うんうんうん。カタカナの絵に漢字の回って書いて。ああはいはいはい。あと、ミツって字ね。え、で、ゴンチャ。はい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 。だろうね。ゴンチャ。お、贈り物かなミぐ。贈り物贈り物って何なの 日本のものの読み方じゃない感じするよね。ああ、なるほどね。だから、ちょっと海外の方からね、あの、輸入されたようなもので。あ、おだから。中国とかなのかな。まあもしかしたら、そのお茶が発展してるところだと思うし、多分、その、なんちゅうの、茶色かもしれないね。まあ別に、お茶だろ。お茶だけど、俺は茶色だと思うけどね、色は。うん。どうそれは茶色だろ。茶色うん。茶色。ゴンャは茶色で。ぽいじゃん、その名前、響きからして。そう。でも味もお茶の味だろ まあお茶の味だけど、でもまあお茶だっても種類がやっぱ違うわけだから。でも大体あの味じゃん。大体あの味だちょっと癖あるかねえかぐらいじゃん。まあまあね、その苦味あるかなとか。そうそうだから今茶はちょっと癖が強いのかな。地球グミの方だよ地球グミ地球グミは。なんだろうね、グミだってその、だから地球の形してるのかなって単純に思えばね。うん。丸いグミなのかなとか思うけど。あれじゃない食べっ子動物みたいにさ、うん。地球にあるいろんな、あの大陸の形したグミがいっぱい入ってるん ええ。あの、その大陸ああ、そう、地球、国でもいいよ。国で切ってもいいよ。そういうのがいっぱい入ってんじゃん。あ、そういうことなのかないや、それだ違うのかないや、どうだろうね。いや、それだったら、その地球のなんちゅうの、その、なんちゅうの、珍しい、有名な滝とか。ああ、ああ。とか、その、なんか、エベレスト団、エベレスト山とか。エベレストでいいよ。エベレストとか、その、そういうなんちゅうの、形とか。あ、そっち地球。それだとなんか旅行組じゃん。 いや、だってそっちのそっち大陸組じゃん。なんだ、どこの野郎。なんだろ、地球。なんだろうね。ちょっと、調べましょう、後で。でもさ、こうやって教えてくれたら、俺ら調べればいいじゃん。そっか、まあ、単語すら分からなかった。初めて聞くのばっかりだからね。読んで、読んで。えテーマね。え滋賀県。えこれなんて読むのまたかよ、おいこれはわかる何がえ東大見市。 東大道。はい。えラジオネーム、えー、大道快速なんでてめえがメール読んでんだよ。まず。はいはい。いきますよ。えラジオネーム、大道快速はい。テーマ、若者文化ね。鉄の定規なんて古いです。お。勉強もスマホを使ってする時代です。はい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 。スタディサプリというアプリを使って勉強時間を管理するのが若者の中では当たり前です。スタディサプリサプリ。 スタディーサプリというアプリスタディーサプリというアプリかうんどうやって勉強するのそれ問題出てくるの出ないのそういうような感じで、うん、あのだからもう定規だとかさコンパスとかさ、うん、使ってないんでしょきっとじゃあ何今の若い子円かけねえんだいや円もだからそのタブレットを使ってやるんじゃないの、うん、あじゃあコンパスの楽しさ知らねえんだ今の子 楽しさ。くるっと一発で円かけた時の気持ちよさ。気持ちよさね。知らねえんだ。わかるよそうそう。だから、もしかしたらわかんない。だって、だからそうなるんじゃないだから、例えば。コンパスなんて最初当たられた時、円かきまくってたもんね、ノートにね。はい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 。ちょうどい。ろんな大きさの円を。あんまりそんな記憶ないんだけど、その。かきまくってたもね。あ、そう。いやだから、例えばその、あれかもね、丸とか言ったら、もう勝手に丸できたりとかすんじゃないの今のその、最新式の。そんなバカな、 言い方で言ってもなんなんいいと思うよいやでもなんかね、うん、あの音声のやつあるん、まあ、数学で「丸って言葉使わねえじゃん別に「円」じゃん「円」<laughs>「円」とかね、うん、なってるんじゃないのだから、うん、そうそういうのいやすごいなちょっとそれも調べスタディサプリスタディサプリ、うん、そうだからないんだよだからそういうもうそのそのいやもう今変わってんないやそりゃそうだよ我々の時代とはまあ変わってるわけなんだから。うん 続いていきます。いいですか、うん、えー、ラジオネーム、ミンさん。はい、神奈川県ですね。うん、えー、世間ではクラブハウスが話題ですが、はい、えー、自分たち20代の間では、うん、ディスポという写真アプリが流行り始めています。ディスポディスポ。このアプリで撮影した写真はすぐに見ることはできず。 翌朝の9時にならないと見れません。何それどういうことどういうこと翌朝まで待ったものをみんなで共有するのが、現像の時間を待つインスタントカメラのような感覚でとても新鮮です。えはあーあ、そうあ、そう。でもね、うん。なるほどなと思うね。なんでなんで。だって、今、それ経験してこなかった人たちじゃうん。だから、待つ楽しさを、 そういうことそう。懐かしさじゃねえんだ。そう,そう。懐かしさが、これが、ちょっと待たなきゃならないっていう、その、ドキドキワクワクというか、うん、っていうのが楽しい。ディスポ。ディスポ。なるほどね。なんか、今さ、うん、映るんですとかって、売れてんだよね。うんうんうん あ、そうなのカメラ。あの、カリカリカメラカリカリカメラ。我々の時なんて映るんですとかね。うん。取りっきりコニカとかだったあ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 った。ねそれでやってたけど、俺も電気屋さんに行ったらさ、映るんです、売ってたから。え今時どういう人が使うのかと思いきや、若い人が使ってんだよね。あ、そうなんすね。それで現像に出して、それが楽しいみたいな。えだってさ。現像出せんの今。出せるよね。現像に出して。コンビニとかで。コンビニとか。でコンビニとかで。 そう。ああ、そうなんだ。ちょっと画像洗えばいいみたいなことを、あの、おっしゃってますけど。だから、物に、だって触れないもんね、そのアプリというか、社名で撮ったやつって。そのもの、そのもの自体、写真もの、もの自体が。どういうこと触れないじゃん。我々の時は、写真現像して出してきたら、その手に持ってる。写真を触れないという。そう。別に触れなくてもよくないいや、だけど、その、ちゃんと持ってるよっていうのが、新しいんじゃない懐かしいんじゃない若い人にはね。そう。 面白いねディスポねただから我々にとってはディスポ,うィスポそう、うん、我々にとってはなんかそんなの今の方が便利じゃんって思うけど、うん、全部スマホに貼ったりとか、うん、逆にそれが新しいというか新鮮朝9時になんなきゃなんないのそう見れないへえ、うん <laughs> じゃあ、なんかミスあるだよねやべ、間違い大事なのすぐ送んなきゃいけない。やべ、ディスポで撮っちゃったとか。おー、もしかしたらあるかもね。まあ別に撮り直しはいいか、それは。そう、普通のね、ディスポじゃないやつよね。そうだよな。そうそうそう。そういうのがあるんだね。はい、ということでね。メールありがとうございました。はい。さあ、続いてコーナー、いきましょう。かアットマークあ、言っていいですかあ、そうです。はい。い。アットマークって何メールアドレス。メーは アットマークだけ言っちゃだめだよ。そうそう、メールアドレス。メールアドレス。メールアドレスのこと、アットマークって言ったイトル。メールアドレスやっていいですかいいですよ、もうアットマークで行きましょう、俺らの。メールアドレス。俺らの、ラジオはもうアットマークで行きましょう。いやいやじゃあ、アットマーク、メールアドレス。メールアドレス。はい。え、西鯉、アットマーク、え、オールナイトニッポンドットコム。はい。え、鯉、アットマーク、オールナイトニッポンドットコム。はい。ということで、じゃあ次のコーナー行きましょう。正則の、気づき、 貧乏なんて気にしないこちらはですね僕はずっと貧乏でずっとね過ごしてきましてでもその分人生でねいいろろその貧乏の経験したことによって気づきがあったわけですよなるほどちょっと知恵を得たわけですそうですそうですそれによってねですからこちらのコーナーではですね僕が貧乏生活で気づいたことをランキング形式で紹介します話を聞いてね何かちょっとでも何かを感じてくれたら 嬉しいなーって僕は思いますね。貧乏人の話を。そう、貧乏人の話を。まあ僕は、なんでしょうね。実家にいた時から、もうまあちょっと貧乏というか、もうある日ですね、家に帰ってきたら、母と姉がですね、その、マリモを作ってたんですね。手をこねこねしてて。嘘だろう。いや、本当にそうです。まあそういう、ね、そういった時代もありました。怖い話じゃない。怖い話じゃないよ。そういったね、内職というか。 そういうのもありましたから。マリモを丸める内職。マリモを丸める内職。はい。それで僕もちょっと手伝ったりとかしてね。でもちょっとなんかね、きしきれいな丸にならないともう返品されるという。ああ、お金にならない。商品にならないという。どっかにまさみさん丸めた丸も今あるかもしれない。そうですよ。だ、ね。もしかしたらあなたの、あの、机の引き出しの2段目に入ってるかもしれない。やっぱり怖い話じゃない。ねえ、はい。じゃあこれ行きましょうか。お願いします。はい。まあ、教訓的なことでしょ。 そうですね。なるほどね。うん、僕は貧乏で。えじゃあ、発表していきますよ。お願いします。はい。え僕が貧乏生活で気づいたこと、第8位。は、8位からいくんだ。はい。えランダムですから。ランダム。ラン。ランダムなのランダムです。なんでなんでなんでランダムなのいや、そういうシステムですから。上がってけよ。いやいや、ランダムですえランダム。ランダムシステムですから。カウントダウンとかじゃないのカウントダウンとかじゃないです。 う,う適当にこうバーンといきますから。ランド。めんどくせえな。そういうところでは貧乏なの <laughs> <laughs>、えー。僕が貧乏生活で気づいたこと、うん、第8位。はい。信号機。信号機。はい、信号機の話なんですけれども。信号。 買っっっちゃってお金がなくなくたいやいや、そんな話はないですよ。あれ一台いくらするんですか <laughs> いくらすんだろうね、あれね。相当高いでしょ。高いだろう、信号機の値段じゃないんですよ。<laughs> 僕はですね、これはですね、はい、あの、僕がね、30歳の時に上京してきて、はい、初めてね、あの、一人暮らしした家っていうのが、はい、もう築60年、フロ、うん、エアコンなし、うん、家賃3万円のお家だったんですよ。 まあ、立川だったんですけどね。そこのお家に住んでて、もう、ほんとボロボロの家で。もう流し台がまずね、ステンレスじゃないんですよね。石でできた流し台。あら。ねえ。石で。石で。だからこの石のね、流し台のいいところっていうのは唯一一つだけあるんですけれども。あ、その、ありますよ。カップ焼きそばのお湯を捨てるときにね、ステンレスじゃないから、ボンってならないから、心臓に優しいっていうね。ボンってなったっていいじゃん、別に。いやいや、それと心臓ビクってなっちゃうから。 それがないっていう石の流し台がありまして、<ー>そのトイレ、あの、和式だったんですけど、うん、その前の人が置いてった和式のトイレを洋式に変えるアタッチメントがついてたんですよね。うん、知ってる、うん、ホームセンターとかにあるやつ。わ、うんうん、かるわかる。あれがついたまま置いてあったんで、うん、そのまま引き続き使わせてもらいましたけどね。二代目はい。その二代目。マジではい。 誰が使ったかわからない、その、トイレを使わせてもらいます <laughs> いあまあ、そんな家に住んでたんですけれども、<ー>その時にですね、あのー、まさのみさん家のトイレ借りた時、葉っぱ落ちた歌ったよね。はい。まあ、あれ、あれ何、何何葉っぱを使ってんの。葉っぱを使ってるわけじゃないです。それはどっかから入って葉っぱが落ちてたっていう歌なんですのなのにさいやいや、うん、そんな、のぐそシステムじゃないですか、ね <laughs> その家に住んでる時にね、僕はそのお金がなくて、電気代が払えなくて、電気を止められたことがあるんですよね。そうですよ。はい。そうですよ。止められますよ。止めますよ。俺が電気、電気関係の仕事。いやなんでだよ。いや、お金払ってたら止めないでしょ。払え、電気止められてね。その時に、ちょうど夜深夜、牛丼屋で僕はアルバイトしてたんですよね、その時。はいはい。で、夜10時からアルバイトが始まるんで、夜9時ぐらいに起きて、こう、準備してたんですよ。その時にね、もう真っ暗闇ですよ。 部屋の中、まあ、暗闇の中、歯磨いたり、顔洗ったりはしてたんですけど、髭、うん、を剃るのにね、T 字カミソリを使わなきゃならないから、うん、明かりがないと危険なわけですよね。うん、鏡がない。鏡を見てやるわけですから。うん、だから暗闇でどうしようと思った時に、うん、ちょうど僕の家が2階の角部屋だったんで、うん、窓の近くに信号機があったんですよね。 はい。だからその信号機の近くに行って、鏡と髭剃り持ってって、信号機の明かりで髭を剃ってたんですあら。ね。で、信号機の明かりで髭を剃ったことある人はわかると思うんですけれども。<laughs> い,いねえよ。<laughs> <し>い,いねえんだ信号機の明かりっていうのは、もう赤だとちょっと見づらくて、青だと見やすいんですよね。まあ光の加減なんかあるんですよね。はい。ですから僕は、青の時髭を剃って、赤の時手を止めて、家の中で信号を守ったんですああ、すごい。 家の中で、信号を守った。いうですね。こういうのじゃあ教訓はどういうことですかそうですね。やっぱりその、前の人が置いてったトイレは使わない方がいい。関係ねえじゃねえけ信号機関係ねえじゃやっぱりね、僕も無意識に、洋式の方がいいなと思って使ってましたけど、だって、誰かわからない人がお尻を乗せたのをね、そのまま引き続き使ってたから、ちょっと嫌だなって。何年ぐらいで気づいたの いや、もう、それはもう、だから、10年気づかなかった <laughs> 大丈夫でしょあんたので、あんたのが強えよ、つう。強えってなる <laughs> まあ、そんなことがありましたね。なるほど。はい。第8位。ですね。8位ですね。はい。続いて、次は。いいですかはい、お願いします。僕が貧乏生活で気づいたこと。<うん S 1> 第99位。9、すげえ下の方の来たけど。なんで交番。 はい、まあ、これランダムですから、ランキングは。何なんですこちらの話なんですけど。なんでランダムなの <laughs> こちらはですね、あの、僕がですね、ある日ですね、あの、ライブがあったんで、事務所ライブがあったんで、うん、その、千川っていう場所に行かなきゃならないっていう時に、うん、その、行く時の交通費がなかったんですよね。うん。あの、行く道の交通費が。はい。どうしようと思ってあ、そういえば、交番でお金借りれるって聞いたことあるなと思って、その、交番に行ったんですよ。うん 交番に行って、ガラガラガラって開けて、すいません、お金貸してくださいって言ったんですそんな爽やかに言ったのええ。爽やかに言ってますよ。交番ガラガラって開けて、もう一回ちょっと言って。すいません、お金貸してください。す爽やかじゃん。そうですよ、借りるときはそんな爽やかでいかないと暗くいっちゃダメですから。貸してくださいって一言言ったらですね、中におまわりさん3人ぐらいいたんですけど、バーって僕の周り囲まれて。 一人が僕の、その入ってきた入り口を塞いだんですよ、一人が。逃げられないように。逃げられないように。そして、えって言われて、その、住所、名前、電話番号とか、今お仕事なんだとかも、すっごい聞かれて、で、座ら、事情聴取だ。事情聴取、座らされて、で、免許証見せてくださいまで始まって、で、うわと思って、何い。一つ信用されてねえじゃなくて。いや、だから僕もやばいと思いましたよ。え、お金借りるのにこんないろいろ聞かれんのと思って。 それ、そうだろ。簡単に貸してくんないんだと思って。はい、千円だと思って。うん、そう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 、ああ、困ってるんだね、みたいな。で、全然貸してくんなくて。ほんで、あ、うわ、これやばいなと思って、何しにそこ行くんですかって言っ言われたから、もう正直に言わなきゃダメだと思って、もう芸人やってます。これからライブなんです。って言ったら、じゃあそこ行く劇場の電話番号教えてって始まって。うわ、やばいと思って。なんでやばいのいや、だってそれが俺が交番に行ったってもうバレるじゃん、その。 事務所の人間に。言ってんだ俺、しょうがないや、ってんだけどさ。いや、ってんだけど。で、もういや、交番から電話されて、そのマネージャーが出てさ。それで確かにうちに所属してる芸人ですってなって、身元もちゃんとはっきり分かって、うわ、これで解放される、やっとライブ行ける、と思ったら、お金貸してくんないの。え結局。貸してくんないの貸してくんなかった。お金は貸せませんって言われて。何それ散々いろいろ聞いて、もう15分ぐらい。 いろいろ喋って結局貸してくんないんかいと思って。それだったらね、最初に貸,し貸せませんって言えばいいじゃん。言ったら逃げちゃうけんだって。もっと<え>、本当怪しかったんだろうね。そうなの交番にお金借りに来るなんて尋常じゃねえじゃんだって。いや、だからさ、それで。普通じゃないじゃんだって、もう、まず。いやいや、だって交番で貸してくれるって俺確か聞いたもん。までもおまわりさんファインプレイだと思うよ。ファインプレイうん。 何それ警棒で殴られなかった殴られてないよ。悪いことしてないもん。一人一発ずつ。じゃあ、一発ずつ行きます。じゃあ、俺だから結局、その後もさ、その働いてた牛丼屋に行ってさ、その俺の夜働いててね、向こうと全然すれ違いで顔合わせたことのない女の子の店員に、19歳ぐらいの女の子にだよ、交通費貸して、つって、交通費借りて、なんとか行けたのよ、劇場に。強盗じゃもん。 強盗じゃないよちゃんと理由、事情、理由説明してそれ借りたわけだから。返したお金返したよしかも、返した時にちゃんと、お金返したお金プラス、ロールケーキとか買ってったんだから。うん、何すげえみたいな感じで、何にもすごくねーなロールケーキプラスアルファで、その、女の子好きだなと思って、そ, <laughs> そういう風にやってやっぱ考えじいさんじゃん。ロールケーキとか。<laughs> ロールケーキって。<や> <laughs> そんで聞いてよ。 ほんでさ、警察交番に借りれなかったじゃんか。聞いたらさ、ね、例えば、財布を落として帰れないとか、それ困った時なら、貸すかもしれないけど、行きは貸してくんない。でもさ、そりゃ、そりゃ、そりゃそうだよな。息き、行き金貸してくださいってさ、それは 行き、行きはそうだよね。ねえなら行くなよって話。まあそうそう。そうそれはそうだよ。冷静になって考えてみれば、まあそういうことか。行きねえのはダメだよって話だよね。確かに。だからそれで、まあ、なんちゅうの。なるほどね。それちょっと教訓は、それの、気づいたことは。だこの教訓は、その、女の子はロールケーキ好き。だよね。関係ねえじゃん。好きではなかったよ、多分、その子。いやいや、だって大人気のロールケーキって書いてあったもん。書いてあったもんじゃねえんだよ。はい。 はい。はい。まあ、これでもう時間なんでね、ちょっと、あの、これでね、あなたの人生に影響を与える。8位と99位しか言ってねえぞ、そうですよ。1位上よ、いやいや、だから今度次の機会ね、あれば、まあ、発表したい。発表したいと思いますけれども。そうなのはい。あなたの人生に影響を与えるためになる話はね、あったでしょうか、ということでね。えよ、個もねえよ。いや、あったかもしれないですよ。え最後に一つだけ、僕から言わせてもらっていいですか いはい。ええー、まあ、ピンクか、真っ黄色の公共料金の督促状が届いたら、玄関ですぐ開封しようね。<laughs> みんなありがとうベーシックインカーンお <laughs> <laughs> バカ者だなベーシックインカーンみたいなね。<laughs> 現在ファンザでは SOD プレステージオーロラプロジェクトアネックスジェット映像レッドカルマそしてブランドストアで30%オフのセールを実施中ですイのオールナイト日本ゼロああおちんちんが7本あったらいいのになそれはうらやましいね 西宮の渡辺です。長谷川正則です。はい。ということで、じゃあ続きましてのコーナー行ってもよろしいですか、はい、はい、お願いします。はい、じゃあ次のコーナー、こちらのコーナーです。作品の中でデニムを履いている AV 女優はベルトをしていない。 はい、えー、こちらはですね AV が大好きな僕が送っていただいた AV あるあるを紹介するただそれだけの時間でございます。はい、ということで私 AV 愛好歴はもう23年,年4年ぐらいになりますからね<ー>18ぐらいから。ねえ 買い続けてもうコレクションも一時は34000本ありましたすごいよねもう一軒のお店じゃんいやそうよだってうちの近所にあった個人店のビデオ屋より俺の方が持ってたんだからホこれ本当すごいことだよホンそうであなたはもうその作品出てる女優さんとかももうリスペクトしてるもんねはいそううですもブログも見たりとか YouTube 見たりとかそれぐらいもうやっぱリスペクトしてるあの方たちがいなかったら 今の私はないですから。凛々しいんだよ、顔が。と <laughs> いうことですはい。はい、じゃあ早速いきたいと思いますね。ええー。AV あるある、どんどん紹介していきます。お願いします。はい、行きましょう。はい、えー、ラジオネーム、肉味噌男爵。はい。冒頭、辛味の前の会話のシーンで、うん、カラスの鳴き声が聞こえる。はははは。 これそうなんですかこれはね、これはね、思い込み6割ぐらい入ってる感じのメール。カラスって。まあまあ、ものにもよるかもしれない。あ、そう。なんかリアリズム映像的なね。だけど、本当、なんかリアルな感じするよね、カラスの鳴き声って聞くと。本当にそうね。ダンチズマ的なやつとか。 なんか、なんかある、情緒あるんだろうね、その泣き声っていうのね。たまに救急車とか聞こえるかもしれない。作家、それわざとでもたまたまそれで撮っああってんじゃないまあ、それはリアルっちゃリアルだよねリアルっちゃリアルだよね。おなるほどね。なるほど。ありがとうございます。じゃ次行きましょうか。はい、熊本県ラジオネーム、本物の三軍はい。インタビューで気が強い女性、めちゃくちゃ潮吹く。 これはいいですよ。これはいいですよ。これ、そうなのこれは、そう、そうなのとも言い切れないですけど。そうだったら嬉しいですね、これね。ああ、そっか。やってやったった感はありますね。なるほどね。うわあ、そこら辺注意。ちょっと面白いね、そこら辺注意してみたらね。いや、全員が全員そうじゃないよ。うん。でも、でインタビューで気が強い女性、めちゃくちゃ潮服。いいですね。いいね。ありがとうございます。次行きましょう。ラジオネーム、パイナップル。うん。 白髪が多い薄毛のおっさんは声がでかい。<laughs> <laughs> もう関係ねえじゃん。<laughs> AV 関係ねえじゃねえかよ、<laughs> 全然関係ねえよこれ ええべ、うん。あんたのことだよ、多分これ。白薄毛のおっさん。あ、でも、いや、なんか、そう見たくなるななんかそこら辺、チェック、チェックというか。関係ないのそれは関係ないの突然。三つ目でそんな関係ない。関係ない。全く関係ないですよ。そうもっとなんか聞かせてほしいよ。はい。じゃ次行きましょう。え滋賀県ラジオネーム、東京ドーム三次会。はい。病院マッサージ系の動画では、生死のことを、 老廃物と呼ぶ。これはそうですね。あ、るこれはあります。あるマッサージ系は特に。ええ。はい。老廃物。専門用語と呼ぶ。老廃物が溜まっていますから。なるほどね。あ、そんな丁寧な。あります。いい方でね。ええ。ああ。ありますね。これは、ちゃんとした。ちゃんとした。やっとかいやっときました。ちゃんとしたやつ。はい。えラジオネーム、リッキーパンクス。 はい。えー、千葉県松戸市ですね。すいません。ラジオネーム、うん、リッキーパンクス。うん、初めて AV でパイ釣りを見たとき、将来の夢がパイ釣りされることに更新される。<laughs> は<ー>ああ、これは私も通ってきた道ですね。これはだから、えー、作品の中じゃなくて、その見た自分のあるあるというか、あれですね。そうですね。ねう,んうん。なるほど。確かに。でもこれ結構みんなそうじゃない確かに。うん、だってそれどんなんだろうっていうか。そう パイズリ初めて見た時なんてもう手品だったじゃん。あ、手品の一種だよ、もうあれは。そんな感想だったの手品ですよ。あ、そう。ナポレオンズができない唯一の手品。まあね。パイズリ。なるほどね。なるほどね、になってないんだけど。はあ。確かに衝撃的だったな衝撃的でした初めて見たにね。じゃ次行きましょう。 埼玉県ラジオネーム。それはもう白石天河。ジャケット写真の乳首の色を変えるのは秘境。もう、あるあるじゃねえじゃねえか。秘境ってなんだなるほどね。なるほどね。その。 そのジャケットと実際見た時と地球の色が違うっていうのじゃなくて、もう最後のね、終わり方がね、ああ。クレームですよ、これ。これ、だからこれもあるんですね。まあ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 。でもそれは、その時の光の加減ですから、色変えてるわけではないですよ。あそう。そうですよ。ああ、のはそっち側なんですかね。当たり前じゃないですか。うん。なんかね、レストランとかで行ってもね、写真となんかメニュー出てきたもの違うみたいな、そんな感覚なんですかね。うん。でもそれに近いかもね。うん。なるほど。光の加減ですから。あ、そっちが。はい。 次行きましょう。千葉県、ラジオネーム、丸花。クーラーの修理屋さんのリアリティは凄すぎる。これ、確かに。これ、すごい分かる。僕、ちょっと分かるない本当に分かる。リアリティ人妻系でさ、クーラー壊れちゃったとか言って、修理に来る方と、やるやつとかの、本当にクーラーの修理屋さんがもう、それにしか見えねえあ、クーラーの修理ん。たやってたろっていう。昔。昔やってたろあ、手際もすごいんだから。 すごいとこ見てんな。はい。じゃあ、ラストいきましょう。ええ、ラスト、うんえー、表現、ラジオネーム、ダサク、うん、バコバスツアーの素人男性の中には、うん、完全に腹をくくったやつが2、3人いる。<laughs> <laughs> 俺だから分かこれはそうなんですよ。いや、僕もわかんないちょっと説明、ご説明お願いします。本当に腹をくくってるやつが。腹をくくもう本当に、もうあれに出たらもうだって全国に顔もバレるわけじゃん。あ、モザイクとか入んないんだ。入らないです。モザイクを入れなくて大丈夫な方で募集してます。はあ、なるほど。バス系列は。あ、もう腹をくくって腹をくくらなきゃ出れないです、本当に。でも、だからね、友達とか親戚とかにも、当然。はい。そうだもんね。はい。なるほど。くくってるってことね。 はい、えー、ここで日本放送でお聞きのおかつ方とはお別れです。はい。聞ける地域の方、この後もよろしくお願いいたします。お願いします。